宮崎県立日南新徳高等学校は2009年度宮崎県日南市に開校した宮崎県南中地区における総合性専門高校である。2010年度まで宮崎県立日南工業高等学校と併設され学校施設を引き継いでいる。開校により日南市の公立高等学校は日南市予備地区にほぼ集約されることとなった。 宮崎県内の総合性専門学校は2008年度、小林市に開校した宮崎県立小林修法高等学校に次いで2校目である。南中地区においては、少子化及び家族化により、生徒数が急減しており、2009年度以降、単体の高等学校として運営が困難になる1、学年2学級以下となる見込みとなった。 宮崎県立日南新徳商業高等学校、宮崎県立日南農林高等学校及び、宮崎県立日内工業高等学校の参考を統合、再編し、地域の産業の担い手の育成を図り、適正な教育環境を提供することを目的に設置された。公明に含まれる新徳は、かつて日南市を治めた伊藤市予備班にあって、明治時代の外交官、 小村寿太郎も学んだ繁光、新徳堂に由来する。統合される三校の一つである、日南新徳商業高校にも用いられているが、南中地区において由緒ある名称であることから、公募を経て、再び採用されることとなった。ありがとうございます。